午前9時です。虐待事案が発覚した障害者施設に県の職員が立ち入り検査に入ります。津市で三重県の外閣団体が運営する障害者施設、三重県稲葉園では、おととしから今年にかけ、職員が入所者に馬乗りになって暴行を加えるなど、虐待行為が3件確認されていました。この問題を受けて今朝県の職員6人が施設への立ち入り検査を実施し、 虐待に対する認識や改善計画に取り組む状況などを職員から聞き取りました検査は今後2ヶ月ほどかけて行われこのほかの虐待事案がなかったかなども詳しく確認するということです